アヌキンだ。よし、今日も今日もカルちゃんと遊ぶか、今日も今日もカルちゃんと遊ぶか、イエイエイ。さあカルちゃんと遊ぶかな今日もね。やっぱ動物の森といえば遊ぶでしょ、遊ぶ森。さあカルちゃん今日も遊ぼうぜ。ピンポン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 。あれ今日はカルちゃんいないのかな。そうか、仕方ないな。じゃあなんか手紙もいっぱい入ってるみたいだし、留守みたいだな。仕方ないな。じゃあ今日はそうだな、一人で走って遊ぼう。それー。次の日、よし、昨日はカルちゃんと遊べなかったからな、今日こそカルちゃんと遊ぼう。カルちゃん、ピンポンピンポンピンポン、ピピピピピポン。あれ今日もいないのか。カルちゃん今日もいないじゃん。今日もまだ手紙がいっぱい入ってるみたいだな。今日もいないのか。仕方ないな。そしたら今日はそうだ、一人で走って遊ぼう。それそれそれ。次の日、よし、昨日もカルちゃんと遊べなかったからな、今日こそ遊べるだろう。きっといるよねカルちゃん。カルちゃん、ピンポン、パンポン、ピンポンパンポン、ピンポンパンポンパンポン。今日もいないのか。一体カルちゃんはどこに行ったんだろう。今日もいないのか。確かにまだ手紙がいっぱいここに入ったまんまだな。今日もいないのか。まあ仕方ないか。でもどこに行ったんだろう。そうか、じゃあ今日はそうだ、一人で走って遊ぼう。それ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 。次の日、さすがにカルちゃん今日はいるだろう。今日こそ一緒に遊ぼう。せっかくなんでやっぱり一緒に遊ぶでしょう。動物の森は一緒に遊ぶでしょう。ピンポンパンポンピンポンパンポンピンポンパンポンピ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 ンパンポンパ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 ンピンポンパンポンピンポンパンポンピ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 ン。いねえし、どうなってるんだ。今日もいないじゃないか。一体どうしたんだカルちゃん。手紙がまだこんなにどっさり。そうか、仕方ないな。なんかずっといないんだけど、こんなにもいない日あったっけ。まあでも何か忙しくやってんのかな。どうしたんだろう。せっかくだから今日はそうだな、一人で走って遊ぼう。イエーイ、ペペペペペイ。次の日、よし、今日こそは、今日こそは忍者ごっこで遊んでもらおう。忍者ごっこで遊んでもらおう。忍者ごっこだったら遊んでくれるだろう、きっとな。きっといるよな。ピンポン忍者でござる、ピンポン忍者でござる、ござるピンポン、ゴッピンポン、ゴッピンポン、手裏剣ピンポン、刀ピンポン、忍者ピンポン、忍ポン、忍ポンだね。忍ポン、忍ポンみたいな。いないじゃないか。今日もいないじゃないか。どうなってるでござるか。いや、ござるはいらないんだけど。手紙がまだいっぱいどっさりあるな。おかしいな。今日は忍者ごっこしようと思ったから、さすがにいるかなと思ったのに。仕方ないな、一人でござるからな。どうしようかな今日は。じゃあそうだ、走って遊ぶでござる、走って遊ぶでござる、ござるござるござる、ニン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 ダッシュ、ニンニンダッシュで、ニンニンダッシュ、ニンニンダッシュで、ニンニンダッシュ、ニンダッシュ、ニンダッシュ。次の日、よし、さすがに今日はいるだろう。もう昨日忍者ごっこで一人でニンニン走りでもうめちゃめちゃ疲れたけど、今日はちょっと足が筋肉痛だな。足筋肉痛痛痛痛痛痛。いやでもね、一人でやっぱ走るより絶対二人で走った方が楽しみに決まってるしな。さすがにいるだろう。ピンポンパンポンピンピポン。わかった、ピンポンがうるさかったのかな。ピンポンパンポン。いや、やっぱりカルちゃんいないし、どうなってるんだよ。毎日毎日、一体さすがに、さすがにこんなに長い期間いなかったことはないでしょう。いなくなった、カルちゃんがいなくなったんだ。どっかに行ってしまったのか、家出したのか、もしかしてこの島を離れてしまったのか、島が気に入らなくなっちゃったの。どうなってるの。何してるんだ、どこで何してるんだろう。わからなくなってる、わからなくなってるよ。
うわーやんやんやんどこに行ってんだよやばいよわーわーわーどっかに行っちゃったよカルちゃんがよさすがに一人で走ってばっかりじゃつまらないよわーやんやんやんカルちゃんがいないよウェイヤンヤワンワンワンヤンヤンワンワンワンなんで泣いてんのどうしたのいやカルちゃんがさここにカルちゃんがいなくなっちゃったんだよあわわいいなくなったようわかカルちゃんえ今えカルちゃん今いたえ気のせいかカルちゃん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 じゃないかいえーどこ行ってたんだよ今まで仕事してた仕事ウェイヘイヨガヨガの仕事してたの違う仕事って何仕事って何動物の森に仕事ってあんの仕事なんかなかったじゃんハッピーホームパラダイスって言うんだよタクミライフハッピーホームパラダイスタクミライフで働く仕事をしてたの？うん。じゃあこの遊ぶ島にいなかったってこと？ずっといなかったからさ、この島じゃない場所で仕事をしてたってこと？うん。そんなことができたのか。どんな仕事？どんな仕事？家を作る仕事。家を作る仕事。別荘を作る仕事。お仕事、お仕事、すげえな。別荘を作る仕事？うん。いえ、で結局いっぱい作ってきたの？その別荘を？うん。マジっすか？うん。見せてくれんちょ。見せてくれんちょどういう仕事か教えてくれよ画面外行ってください画面外に行けばいいのかあなた画面外に行けば教えてくれるな違うよそういう意味じゃない画面外に行ってください画面外に行っても分かんなかったけど違うそういう意味画面外仕事っていうのはたくみライフで別荘を作るってことだよ別荘を作るうん、ちなみにカルちゃんが作ってきた別荘これで作ったっていうアプリでおおこのアプリで確認できるんだねはいうわすごいこれがカルちゃんが作ってきた別荘ちょっと髪型違うけどね本当だ髪型も違うのかそれは変えてるだけじゃあ早速なんで5つ作ってるんだねもうすでに、うん、じゃあ1つずつ見せてくれるかないいよじゃあ今あー間違えた違えるのか違うこれ安らぎの読書タイムというタイトルの別荘を作ったんだね、うん、おお外観がこれうんすげえよしエレフィン様の別荘に到着したよエレフィン様エレフィン様っていうのがお客さんだねなんでそんなところにいるんですかお客様ああいうところに黄昏れてるんだなどうやって入ったんですか質問ですどうやって入ったんですか外観までこれ全部作っちゃうの自分で作る別荘っていうのは全部作るってことうんおーお入りくださいって感じうんいやーお邪魔しますいないけどね、うん、わあこれが家の中、うん、すごい今回のテーマは安らぎの読書タイムということで本がいっぱい置いてあるわけだそうだよなるほどこの別荘に住む住人の人の意見も聞きながら作ったわけだねうんいい感じじゃないかあこれ反対向いてるこれ反対向いてるこっちですよそれが一番いいポイントだね間違えてたすごいな棚が全部後ろ向いてる後で手直しもできるわけだね今からしようかこうやって間違えた家具ももう一度作り直すことができるわけだね作り直すじゃないね作り直すっていうか置き直すことができるわけだねはい完成ということですねテーマ変えられたらたまったもんじゃねえなただお客さん気が変わっちゃうのかなんでさそういうのもあるんだねただ反対にしただけなのになるほどこれがエレフィン様の安らぎの読書タイム今ちょっと気が変わってねあの心変わりしようとしてたけど無理やりそれは止めましたよしてないこんな感じですいいねいいねなんでかわいいコーヒー置いてんすけどねコーヒー出てきて2杯飲むかいなんでポケットからどうやってポケットから出したのいいねエレフィンさんどうやってポケットから出したのどうやってポケットから出したのじゃあ次の家に行ってみよううん到着よしハリマオ様の別荘に到着したよハリマオ様あの人だねうんそして今回のテーマは何でしょうか教えちゃってくださいうわめっちゃ光ってる磨いたはいできました今
回のテーマは、ハリマオさまかっ飛ばしていけ、かっ飛ばしていけというわけで、すごいね、黄色をメインにしたお家ですね、うん、すごいスポーティーな、いっぱいスケボーが並んでる、うん、派手派手だ、しかも光りまくってる、そうね、磨いたんだね、うん、磨いたんだね、うん、すごく磨いたんだね、うん、いいね、さっきの部屋にもあったけどパンが置いてあるね、ここも、そうだね、やっぱり動物ってパン好きだよね、違う同じ角使うからねパンばっかりになっちゃうんだよ、かっ飛ばしていけそうな部屋でした、はい、次の部屋に行ってみよう、はい、お、今度は雪、よし、タマ様の別荘に到着したよ、タマ様、タマ様、この人ね、この人が今回の別荘の人だねこんな感じ、おお。たまさま、こたつでのんびり生活、こたつでのんびり生活、やっぱりこたつでのんびりってわけだから、うん、ど真ん中にこたつがあるわけだね、そうだよ、そしてあったかそうな格好してるじゃん、たまさま、お茶が2つ、いい香りだみかんも置いてあってうまそうだし、オレンジだよ、みかんとオレンジ一緒でしょ、違うわ似たようなもんでしょ、いや違う違う違う、やっぱこたつといえばオレンジだよね、違う、いやみかんだよねなんでオレンジだよおお、すごい華やか、よし、桃子様の別荘に到着したよ、おー、桃子さん、桃子は私の島に行った、だよね、別荘も来たんだね、チョコレートあげたら別荘建てたいな、なるほど、ぜひ中を見せてください、花がいっぱいでいいね、はい、こちらです、中身が気になるところです、お邪魔します、はい、どうぞ、おお、めっちゃ派手、すごいな、ピンクいっぱい、はい、どんなテーマですかい、桃子様、桃子のアメリカンスタイル、アメリカンスタイル、しかも桃子様のアメリカンスタイルだからピンクがいっぱい使われてるわけだね、うん、そしてジュークボックスやら何やら看板まであるよ、看板すごいね家の中に看板、おお、すごいすごいすごい、ここはもう完全にアメリカンなカフェだね、これ自分で描いた、ほんとだ、桃子さんの絵まで描いてくれてんの、カルちゃんすごいじゃん、あ、叫ぶ、こりゃ喜ぶわな、いや叫ぶわないいピンクだ、はい、到着、よし、シュバルツ様の別荘に到着したよ、すごい白黒の世界、どうぞ、お邪魔します、はい、おお、物磨いてみようか、あ、磨けるわけだね、うん、なんか新しいやつだな、はい、行きますよ、おー、磨くスタイル、磨いてる、すごいパンダちゃんがピッカピカになった、はい、なるほどね、新しい技だ、払うこともできる、払うこともできるのか、ピカピカじゃなくなったマルチ様、モノトーな空間、いいね、白と黒で生かした感じのお部屋です、はい、やっぱり黒い馬だからかな、ロバ、馬だよ、馬だよね黒い馬には黒い部屋と白い部屋、いや関係ないこの人の好み食べるもんもやっぱイカスミだよね、いや、イカスミパスタ、イカスメ、イカスミ、イカ、イカス、何回言ってんのはい、こんな感じです、なるほど、そういうお仕事だったのね、いいじゃん、お仕事、お仕事いいねいや、まさか動物の森で他の人の別荘を作るお仕事ができるなんてな、ね、そりゃ楽しくって何日も帰ってこないわけだ、いや、いいな、お仕事したいな、ピーン、ヒーローは聞き逃さない、テレレレン、チャ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 ラレレン、チャチャチャン、
チャ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 ンラチャチャンラチャチャチャラチャチャン。君、君今お仕事したいって言ったよね。お仕事したいんだよね。お仕事をしたいって言ったよね。君、ね、君じゃない、君じゃない。君、お仕事をしたいって言ったよね。言ったよね。な、なんすか、なんすか、誰ですか、誰ですか、あなた。いや、お仕事をしたい君。お仕事な、な、なんだったっけ。いや、君、お仕事をしたいんだよ。ちょ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 。なんだ、あの、おじちゃんなんなんだ。な、なんだろうね。君、お仕事をしたいって言ってるね。うん、分かってるよ、君。お仕事ってあのね。お仕事をしたいんだよね。君、お仕事をしたいということは、私に任せたまえ。私はヒーロー宅急便。そう、ヒーローの格好をした宅急便屋さんだ。宅急便屋さんの仕事は君には向いてると思う。いやいや、僕はそんなお仕事じゃない。そうそう、そっちのお仕事じゃない。いや、大丈夫大丈夫、君なら大丈夫。素質がある。あなたなら大丈夫だ。体力もありそうだし大丈夫だ。あ、ちょっと待って。あ、だったヒーロー宅急便絶対払うからな。いや、お仕事したいって言ってもそれじゃないんですけど。追いかけてる方がいいじゃね。いや、なんかお仕事って言ってもね、別に宅急便したいんじゃないんだけどね、本当に、うん、なんだあのおっちゃん。宅便ライフだよ。違うわ。宅急便ライフ違う。ラッキー宅急便。ラッキー買ってねえじゃん。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録、宅急便。邪魔です。あなた邪魔です。チャンネル登録よろしく。宅急便よろしく。邪魔です。他のアナケナも見てね。バイバーイ。バイバーイ。アナケナ。